ボードアン2世デューブールは、第1回十字軍に参加した、フランスの貴族、2代エデッサ博、後に2代エルサレムをとなった。ボードアンは、ルテル博ユング1世とメリザンドド・モンレリノコで、初代エデッサ博で、後初代エルサレムをとなった、ボードアン1世の登園にあたる。また、ボードアンの後に、エデッサ博を継いだ、ジョスラン1世ド・クルトネートは、 母親同士が姉妹という関係である。エルサレムの初代聖墓守護者、コドフロワ・ドベイオンが1100年に死しなく死去した際に、コドフロワの弟で、エデッサ・ハクであった、ボードアン一世が、エルサレム王となり、当園のボードアンが、エデッサ・ハクを継いだ。エルサレム王となった、ボードアン一世には、子供がいなかったため、自らの第一の後継者として、兄ブローニュ・ハク・ウスタシュ三世。 さらに兄が継承できなかった場合の選択肢として、ボードアンを指名していたが、1118年4月2日、ボードアン1世が死去した数日後に、エルサレムにいた、ボードアン2世が、在地貴族の指示により、王位につき、一方、フランスにいたウスタッシュは、弟の死の方を聞き、エルサレムに向かったものの、ボードアンが、エルサレム王位についたことを聞き引き返し、こうして、 ボードゥアン二世のエルサレム王位は確定した。エルサレム王となったボードアン二世は、ボードアン一世時代まで王国の中枢を占めていたロレーヌ出身貴族に変えて、自らと血縁関係のある一族や、新山のブリズバール家を交遇した。1119年六月二十八日、議定でアンティオキア公国の摂政であったサレルノハクロジェが、ある特徴のイルガーズイーの戦いで戦死し、 ボードアンが、若年のコーボエモン2世の摂政を務めることとなった。ボエモン2世とは、娘アリックスと結婚させることで連携をさらに、強めたが、1130年に、ボエモン2世が死去すると、自らの権力維持を狙う娘アリックスと対立した。1123年4月18日、ボードンは北、シリアで、イルガーズイの追いばらくに捕まりリアルバクルのカルプー城祭に遊兵され、 帰還できたのは1年後のことであった。帰還後から1129年にかけて、ボードアンは、アンテロキア公国やエルサレム王国の防衛のため、アレッポやダマスカスの占領を試みたが、果たすことはできなかった。ボードアンには4人の娘がいたが男子がいなかったため、長女メリザンドを後継者とし、アンジュハクフルク五世と結婚させた。二人の間には1130年に、 後のボーダン3世が生まれ、ボードゥアンは1131年死去する際に、孫ボーダンをメリザンドと古く5世の共同相続人とした。ボードゥアンの死により、メリザンドと古く5世が共同統治の形で王位を継承した。ボードゥアン2世はエルサレム王に即位した後、岩のドームにあった自らのかつての宮殿の一角、通称 ソロモンの神殿と呼ばれた場所を修道騎士会に提供し、それがテンプル騎士団の由来となった。エデッサ博時代の1101年にアルメニアのメリテネ領主、ガブリエルの娘モルフィアと結婚し、四条を設けた。ありがとうございます。